MG 小太郎とエール雅人、笑う門にはグリーンズ、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日もありがとうございます。ありがとうございます。どうも今日は、はい、雅人君にね、はいはい、名前をつけたのね。え、どういうことですか。雅人君に名前をつけた、エール、一応グリーンズエール雅人と僕名乗らせてもらってますけど、また名前がつくってことですかね。名前つけた改名ですか。あのね、あの頂上天使ケルマデックさんっていうね、はい、まあ、非常にそのまあ頂上選手としか言いようがないぐらい、ね、非常に頂上選手としか言いようがない、頂上ギターワールド全開 の、はい、まあ、僕が大好きな先生がいまして、はい、である時、はい、僕と触れ合った人が、はい、ブレイクしていくのに、はいはい、そういう力を身につけたい、はい、あ、翡翠さんがね、うん、身につけた、僕と出会った人が、はい、僕と出会った人が大きくブレイクしていてね、なんかきっかけになりたい的なことですか、ね、うん、で、そのためにやるといいことを、うん、コイン占いで占ってもらった。じゃあ結構マジで占ってもらったってことですね、うん、なるほど、マジで占ってもらった、マジで占って、で、うん、あのキョルマさんのコイン占いすごいね、そうそうそう、あるとすごいから有名ですからね、うん、うん、翡翠さんは名前をつけてあげると、うん、あ、その相手はブレイクするって出たのね。で、確かに、うん、レイコ・サンダースっていうね名前をつけた方は、うん、本業がもう全国で表、うん、ちょっとね具体的にはちょっと言えないけど、うん、そのまあマサ君もねよく知ってるレイコ・サンダースさん、うん、本業でもものすごく全国でもチェーン店で上位だったのにもかかわらず、ね、うん、臨時その副業が本業を超えてしまったっていう大ブレイクぶりで全国、うん、そうですね、新幹線の乗り方、飛行機の乗り方さえ分からなかったレイコ・サンダースさんがですね、うん、今や大人気で全国を飛び回るっていう現象にですね、なるほど、確かに実績がある、結構事例があるんですね。確かに確かに、僕が名前をつけるとブレイクするっていうのはね、うん、そのケルマさんからも、はい、コイン占いの結果ちょっと出ちゃったわけなんですね、これは間違いですか、はい、その、うん、で、まあ、それでね結構、はい、つけてくれっていう要望も多かったんだけどちょっと多すぎて、あ、そうなんだ、1件50万円ですっていうようにして、ね、なるほど、もう絶対受けないというくらいの価格で勝負、まあ、それで受けてくれる人はある意味本気ですよね。 そうそうそう、うん、そしたら頼む人が一人もいなくなったりしてるんだけどあ、よかったですね名前つけて結構名前つけるってそうです、ね、結構本気だからね。そうですね、うん、名前の本も出してるし、ね、いろいろどういうことをしていきたいのかとかさ、確かに確かに、いろいろ聞いた上じゃないと、確かに、なかなか名付けられないものでもあるからね、まあ、急に直感でインスピレーションでパッとすぐ来ればいいものもあるけどね、うん、まあまあそうですね、うんうん、で、まあそんなですね、はい、一時期名前をつけてほしいっていう殺到したですね、私がですね、マサ君に名前をつけたのね。なるあれ、僕、これお金を払わなくていいってことなんですか、これ。払わなくていいやつです。これ特別ゼロ期。自分で勝手に作った。あ、勝手に作った、うん、あれ、さっきの話、いろいろ聞かなきゃいけないって言ったのは、僕一切聞かれてないけど。神田系です。神田系か。ちょっと不安だな、急に。急にちょっと不安になってきたぞ、これ。でもまあ。すごい好きだったんだけど、つけてほしいっていうんですが、いや、すごい。今、その恋占いでさ、翡翠さんが名付け親になった人はブレイクするってね、はい、コインでも、うん、本当出たんだね。お墨付きということですね、あれも。うんうん、いや、僕はすごい、今、すごいラッキーってことですね、もう、めちゃくちゃ。もうラッキーです。ラッキーとしか言いようがないですね。いやー、楽しみですね。もうエール・マサとは違う名前、改名ってことでいいんですか、これは。解明を加えていこうっていうなるこういう形の、なるほど、うん、もう浮かんでるんですもんね。浮かんでるっていうかね、もう浮かんでるんだけど、はい、ヒントは前回ね、前回まさくんのソロ公演に、はい、前回のソロ公演にまさくんじゃなくて、はい、人気 YouTuber の心理カウンセラーマサ君っていうのが、
マサ君とは別にいるという、そうですね、まあ、直接のヒントになったのね。直接のヒントというか、もうそれなんじゃないですよね、もしかして。それじゃないですね。それだとしたら、ちょっといろいろ弊害もありそうですけどね、名前バッティングしちゃってるんで。それとは、そヒントなんですね、それはあくまで。そう。ヒントってことですね。なるほど、なるほど。で、まさくんの講演会に、はい、そのよくよく聞いていくと、はい、その懇親会の席かな、まさくんの、うん、よくよく聞いてると、どうやら、この講演じゃない、はい、僕のことじゃないことをずっと話していると、そうです、ね、誰かの講演会と間違ってきたんじゃないかっていうね、まさくんの初講演で、はい、間違った人が来たっていうのはすごくサインひもときしてまさくんとしても、まあ、確かに確かにサインだと思うのね、これは。いや本当、いや僕もそれは名前をすごく改めるサインのような気がして、確かに本当に全く同じまさの荷物でね、しかも大人気の方がいるってことは、その通り、僕はでもこれ祝福のサインだと思いましたね、確かに。そうそうそう、うんうん、しかも、うん、マサって言えばさ、まずは、はい、いろいろ、うん、そのまず浮かぶのは宇宙の子マサ君っていうのが大人気だからね、まあ、世界中でね、うん、世界中で大人気だから、大人気ですから、宇宙の子マサ君のファンも狙っていきたいし、狙っていきたいマサさんね、はい、超人気 YouTuber なんでしょ。あ、そうに、 YouTube の登録者が先日10万人を超えましたって書いてありましたね。いやすごい、心理学カウンセラーで10万ってすごいと思いますよね。うん、ね、で前回、はい、宇宙の心理カウンセラーまさにところって決まって言ってたじゃないちょっとねノリでね、それは言いましたけど、はい、心理カウンセラーまさって言ったら、はい、宇宙の子まさくんも違うし心理カウンセラーまさくんのファンも間違うし、間違い、勘違い両方的な感じ、勘違い商法的な感じなのかな、これで俺がつけてまさくんの名前は、はいはい、肩書きはまず宇宙の心理カウンセラーマサっていうの、もう完全にあれじゃないですか、引き続いて、ね、待って、もう完全に乗っかってますよね。で宇宙の心理カウンセラー、宇宙の心理カウンセラーっていう肩書きで、はい、名前は、はい、心屋正之助にやばいっすね。もう逆にそこまで言ったらもうなんか気持ちいいですね。なんかこの人どうしても人間は泣いてんだなっていうの伝わってくるもんね。なんか心屋正之助にしてほしいんだけど住んでるところは、はい、青森県、はい、鴨頭市にしてほしい。青森県鴨頭市在住の宇宙の心理科学やばいっすね。やばい、心屋正之助にしてほしいわけ。あれも架空の人物なのかな、もう架空のアバター的な感じなのかな。鴨頭市で実在し都市に住んでる人物になれってことなんですね。誰がなんだわけわからんね。情報量が多すぎて誰なのって結局で、うん、まさくんが出てくるときこう言ってほしいわけ、はい、宇宙の心理カウンセラー心屋正之助です、鴨頭在住の鴨頭市在住のやばい、心屋正之助です、いいねって言ってほしいそれで最後大島さんとかバレバレちゃうんですよ。なんか本当に誰もあれ、僕自分の心を失った人だからそういう人の心理学一番ダメだ気がするけどね。なんかその人自分の心を失ってるよ、多分もういろんな人のエッセンス入りすぎて、もやばいっすね、うん、この人でも一番伝わるのはこの人何が何でも人気者になりたいってすごい伝わってくる、なんか必死感いや最高です。いやそれ思いついちゃったんですか。思いついてね、まあ、はい、ここまでは冗談なわけ。あ、よかった、よかった。いやもうちょっとヒヤヒヤしてましたよ、なんか。いや最高ですね、はい、はい、やっぱり使命っていうのは、うん、名前の使命と、はい、ミッションの使命って同じ使命じゃない。そうですね、使う命の使命と、うんうん、名前の使命って同じじゃない。だから使命は、うん、使命は、うん、名前が使命を表すわけ。なるほど。まあ、僕は名前の言霊っていうね、うん、本も、名前セラピーっていう本を書いてるので、うん、まあ、そこで書いてるんだけど、うん、例えば、うん、ネイティブアメリカンの人たちっていうのは、うん、自分ができる使命が名前になるわけ、うん、メディスンマンっていう薬、薬草を処方できるのが得意な人は、うん、メディスンマンっていうふうに呼ばれて、うん、できることが自分の名前になるわけ、うんうん、なるほど。
お役割がね。まあ、昔、ダンス・ウィズ・ウルブスっていう、オオカミと踊るのがね、大好きな人は、ダンス・ウィズ・ウルブスって呼ばれたりね、うん、自分ができること、楽しんでやれること、うん、そういうものがね、まあ、名前になっていくわけね。うん、なるほど。だから、まさくんはさ、うん、サイン紐解き式としてやっていきたいわけだから、はいはい、やっぱりそのサイン紐解きっていうのも名前に入れるといいと思うのね。あ、そこにまさにお役割を含める使命。名前に使命を入れ込むっていう。なるほど、なるほど。はいはいはい。で、まさくんにつけたい名前は、はい、サイン・ヴィンチェンツォ・マサっていう。待って、急に、あれ、イタリアかな、なんかどっかの何か入ってきちゃった。なんか、すごい、ヨーロッパの風が急に吹いてきてる。なんか何ちょっと言いづらい、もう一回言っていいですか。サイン・ヴィンチェンツォ・マサ。これビンチ、よくすごい流暢に言いますね。ヴィンチェンツォ。ヴィンチェンツォ。これな、どういう意味なんですか。これもしかして、ひもときって意味なんですか。ヴィンチェンツォ、ね、はい。ネットフリックスでヴィンチェンツォっていうね、はいはい、韓流ドラマがあって、ね。俺、10話まではめちゃめちゃハマったのね。まあ、その後、ちょっと急失速しちゃったんだけど。あ、そうなんです。珍しいですね、パターンとして。はい、ただそのヴィンチェンツォ役の俳優さんがね、はい、ソン・ジュンギさんがめちゃめちゃ、はい、そのマフィア役かっこよくて、その、マフィアっていうかね、その、うんうん、ね、弁護士なのね、イタリア系、イタリア人のね、韓国系イタリア人の弁護士役がね、はい、ソン・ジュンギさんがもうとにかくめちゃめちゃかっこよくてね、はい、ハマっちゃうんだけど、はい、そのドラマの名前が、その、はい、彼の名前がヴィンチェンツォっていう名前だ。あ、そういうことなんですね。じゃあサイン、人名ってことなんですね。分解すると。サイン、ヴィンチェンツォ、マサっていうのが、ね。なんかかっこいいの、でもちょっと。かっこいいでしょ。なんか無駄にかっこいいですよね。だから、どっちかから選んでほしいわけ。どっちか。サイン、ヴィンチェンツォ、マサか。はい。サイン見つけビッチまさか。待って、あれ二択しかないの僕。なんか急にあの方宇宙心理カウンセラー、はい、心屋正之助で鴨頭市在住。ちょっとそれ言いたくなってきたな。ちょっとそれネタで言いたくなってくるな。ちょっと待って、それはまああれとして、今三つの選択肢が僕の目の前にあるってことですか今。うん、サイン・ヴィンチェンツォ、ヴィンチェンツォ。ヴィンチェンツォ・マサカ。ヴィンチェンツォ・マサカ。サイン・見つけビッチ・マサカ。見つけビッチ、なんかそこ、なんかあんまりいい。わかりやすいでしょ、ミッションが。はい、ミッションがわかりやすい。わかりやすいけど、なんか、ね、まあ、ヴィンチェンツォも、まあでも、完全に響き的にはヴィンチェンツォですよね、その後。ね、まあ、完全にそっちに誘導されてる感がすごいですけど、でもなんか。いや、でもね、ヴィンチェンツォかっこよかったっす。あ、そうなんですね。うん。それ完全に翡翠さんが好きなものが来てる。一気に全部見てしまったけど、ちょっと脚本的にはね、はい、なんか後半どんどんちょっと失速してってね、うんうん、ちょっと残念なところもあるんだけど、はい、なるほどただね、このヴィンチェンツォ役のソン・ジュンギさんがかっこよくてかっこよくてね。はい、なるほど、うん。これはなかなか本当に最近流行ったものから来ちゃったんですね。なんか当時の、ね、ヒーローの名前つけちゃったみたいな感じの、ね、あれだったけど。まあ今日はね、はい、それがただ言いたかっただけ。言いたかっただけというか、あれ、皆さん50万円払わなくてよかったかもしれないですよ、これ。なんか、このノリだと、まあもちろんね、真面目にやるんでしょうけど、もし依頼があったらね、その来るときは。いや、依頼あっても、はい、やらない。このスターやらない、あ、そもそもやらないって話ね、そうだ、やらないための50万ですもんね。そう。いや、そうなんですね。いや、サイン・ヴィンチェンツォ・マサね。サイン・ヴィンチェンツォ・マサ。これ意味は聞かないでって言われる、僕説明できないからね、ちょっとあれですけど。私らしい在住や。私らしい在住。あんまりないんだよな、鴨頭市ってね。でも架空の場所が生まれちゃったもんね。いや、いいですね。ちょっと、じゃあ、宇宙の心理カウンセラー、心屋正之助、鴨頭市在住か、サイン・ヴィンチェンツォ・マサかっていうことですね。そうだね。ちょっとサイン・ヴィンチェンツォ・マサの、今、有力になりつつありますけどね。いや、楽しいですね。ありがとうございます。いや、これ、じゃあ、僕、名乗った方がいいんですよね。でも、ケルマさん的には。名乗ったらもう、ブレイクですね。ブレイク間違いない。実績があるからな、このノリでつけた名前、意外とブレイクする可能性あるからな、もうと。ちょっと、耐え忍ぶ時間はあるかもしれないけど、僕も。
なでのもで名前ってさ、はい。北野武さんの武志軍団ってそのまんま東さんとかさ、ああ、確かに。ラッシャー、ああ、板前さん。板前さんとかね、本当に武さんがふざけてつけてるのが伝わってくるんだけど、でもやっぱりそのキャラクターでちゃんと確立してくると、確名かに。前がちゃんとどんなにふざけた名前でもちゃんと名前に存在感が出てくるんだね。そうですね。そう。しかも、いや、確かにそうですね。ラッシャーとか分からないですもん、今考えて。意味って意味では。響きで覚えちゃってるそのかまんま東さんなんかもさ、本当によく考えると、本当にふざけてつけてある感がそ伝わっう、てくる。そうですね。でも、確かに、そっか。存在感の方が勝っちゃうと、本当に名前が後につ、ついてくるっていうかなね、るほどね。確名前かにのそう。格が上がっていく感じがあるんだよね。なんか引っ張ってくれるのかもしれないですね。そう、どんなにふざけた名前でも、ああ、いい名か。前に風格が出てくるっていう。確かに無駄に風格ありますもんね。ヴィンチェンツォってなんかやっぱり、ちょっとなんか歴史感じますもんね。ヴィンチェンツォ業界から訴えられるか可能性ちょっと、そっか、ちょっとそうなってくると僕何も言えてんな、ちょっと。そのね、使命がそもそも果たせない可能性が出てくるわけですね、そうなってくると まあ、ただ、ちょっと、紐解き的なところで、弁護士っていうのもある意味では紐解くのが仕事なのでね。なるほどね。そういう意味で言ったら、あながち間違ってはないというかね。っていうのはちょっとありますけどね。まあ、ちょっと取ってつけたような感じになっちゃいましたけど。名前ね、だから自分の名前をかっこよくするかどうかっていうのは、自分次第っていうところあるよああ、確かに。その生き方に沿っていく、ね。名乗ったもん勝ちっちゃ名乗ったもん勝ちなのかもしれないですね。そういう意味で言ったら。いや、ちょっと、ヴィンチェンツで言ってみますか、ちょっとしばらく。ブレにブレた結果、全然違うとこから来たみたいな感じ。ヴィンチェンツォをちょっと変えればいいかもしれない ね。どう変えれます？逆に。音の響きですサか、なんイか。ンチェンツォまさにすればいいかもしれあ、サない。インをサイン送ってきチェンツォちゃまさに。う。サインチェンツォ。もう何だか分からないんで、ね。もう、もう。サインチェンツォ。サインチェンツォまさっていうのがいいサかインチェンツォ。なんかこう、ヨーロッパの雰囲気すごい感じるんだよね。なんかすごい。なんかマイスター。ンチェンツォがもうイタリアの名前だ。そうですよね。なんか急に歴史感じるんだよな。すごく。サインチェンチェツンォ。ソーマザーっていいかもしんないな。ああ、ちょっとやばい、ハマっちゃいました。急に翡翠さんだけ手応え感じてますね、なんか。急に手応え本人以外の、これ、でもこのパターン当たるんだよな。翡翠さんだけ手応え感じるパターンで、ブレイクシュート僕結構見てるから。なんか、サインチェンツまだいけますかね。チェンソーマザーいける気がする。気に入っちゃいました。いや、でも、恋占いで、お墨ついてるからな。ちょっと、あながち、ちょっと、ね、間違ってない気がしてくるんだよな。ちょっと、急にヒケルマさんのそれがつくと、信憑性が増すというかね。たけし軍団も考えてみて。かもしれない。本当にたけしさんに適当につけられた名前が育っていくそうでね。すね。いや、でも、ちょっと確かに面白いですね。言ってて、僕もなんか面白くなってくるから。サインチェンツォマサです。サイン、正直言うとね、真面目な人ってね、ふざけた名前つけるのがいいんだよ。そうですね。で、真レイちゃん逆。は素晴らしく人柄もいいし、確かに。才能もあると、やっぱり俺もレイちゃんも新潟の人ってちょっと真面目なところがあるから、そこをね、崩した時にね、なるほど。すごく自分のキャラと逆なものを持ってくるといいのね。確かに。だから俺の場合、今はそうでもないけど、すごく昔は赤面症で人見知りだったから、だからこそ天才コピーライターっていうなそるのほ真ど。逆の、こあの肩書きがすごくハマったんだよね。なるほどね。まあ、僕の場合、真逆がサインチェンツなんですか？僕の場合。まあ、でも響きってことですね。やっぱりマサ君も真面目な雰囲気あるから、真面目、そうですチェね。ンソ感が欲しチェンい。ツ感チェがンソ感。確かに。真面目な人、チェンツ感ないかもしれ出身地ももう、鴨頭市の方がいいね。ないですね。もはや架空のね、町に住んじゃってるからね、もう、ね、もうそこだけすごいあやかってる感がすごいですけどね、急に。乗り場良さそうだなと思われるかもしれない。なんか。いや、ちょっとサインチェンツ行ってみますか、ちょっと。サインチェンツマサいいんじゃないかちょっと泳がせてみますか、ちょっとしばらくこれな。いで。や、泳がせてみるのもいい気がするね。ちょっとじゃあ今度から、次回からサイン、あの、
MG 小太郎との時はどうしましょうかね。サインチェーンソーマサンでいきますか。エール消えちゃったけど、急に。そうすると、なんか、キャラが立っていく気がする。まあ、ちょっと強い、個性強そうだなって感じ。うん、名前がちょっと強いなって思いますので、ね、ちょっとおって思いますので、ね、うん。確かに、普通に。で、サインを紐解くっていうのが分かりやすくなってくるし。確かに。分かりやすいのかな。確かにって言ったけど。確かにって言っちゃったけど。まあまあでも、なんか、ちょっと気にはなりますよね。サインチェンとマサのサイン紐解きツアーって言ったら、なんか、ちょっと気になりますね。なんか、なんか分かんないけど来ちゃいましたみたいな、はい。そうですね。そうですね。うん、まず質問、よくある質問で、サインチェンって何ですかって聞かれるんでしょうけども。あのね、はい、世の女性人たちは、はい、チェンゾって聞いたときに、もういい印象しかないの。そうなの、そうなの。ね、ヴィンチェンゾのね、ソン・ジュンギさんがあまりにも爽やかでかっこいいから、そうなんですね。チェンゾって聞いたら女子はキュンってくるのね。なるほどね。待って、ハードルが高いんだよな、その、そのハードルがすごい高いけどね、急に。そうだ、それそれで。なるほど。いや、耳元で聞きたい言葉、今1位がチェンツォだから。もすごいね、チェンツォすげえな、そしたら。チェンツォ自体の意味がありそうだけどね、そうってくるとね。ビンチェンツォって言ったらキュンとくるよ、女子たち。マジっすか。うん、じゃあ、チェンツォすごいんですね。チェンツォそんなにすごくは知らなかったな。サインチェンツォマサ。ちょっとね、なんかね、僕今若干聞き慣れ始めて、なんか本当に。はい、あの、いい、響き口に出すとさ、そうそう気持ちがいいの、なんか。そう。なんか心地いいですね。あと聞いてても風格を感じる、やっぱり、うん、もう感じる、すでになんか僕も洗脳されてるのかなと思うぐらい感じちゃうこういう人が騙されていくのかと思うぐらい感じちゃう詐欺にやってるのかって思うぐらいなんかすごく風格を感じる。でもね、はい、あのサンダース、はい、あのレイコサンダースって名前つけた時ね、はい、レイちゃんめちゃめちゃね、はい、あの納得してなかったよ最初は。抵抗してましたよね、うん、でも受け入れたんですもんね。最初だって俺つけ涙目になってたもん。あ、そうなんだ。そんなに、あ、そんなに。なんか変なつけられたっていう、ね。あ、そうだ。お姉ちゃん。でも実際その時はもうインスピレーション浮かんだんですもんね。それは。すぐインスピレーション浮かんだ。あの時はもう。レイちゃんは、うん、抜け感が欲しいなと思ったんで。なるほどなるほど。やっぱりすごい真面目な、ね、人柄の誠実なところが、うん、その逆に振っちゃった方が確かにね、それはあるかもね、うん、バクトありますよね、本当に。なんか爆発力が出るんじゃないかなっていう、うん、確かに確かに直感からね、うんうん、確かにサンダー雷とかのイメージもありますよね、サンダーの響き的に、うん、真逆の柔らかいイメージとなんかまた違う、ね、うん、響きも感じるし、結果的に、ね、でもそれで今はね、もう実績も十分でね、そう大ブレイクしてますからね、うん、まあって言うと僕もってなっちゃうんだけどね、そいやもうサインチェンツ言ってみますか、ちょっとこれ挨拶どうします、サインチェンツマサでいきますか、 MG 小太郎とサインチェンツ、チェンツマサのっていう、これ L マサ消えましたけど、あの大丈夫ですかね、アルミニウム消えちゃいましたけど、大丈夫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 、そんな軽はずみでいいのかな今まで600本以上やってきたこの L がこれね、はい、いやでも、まあ、ツインズちょっと人気出てきてるじゃないですか。勢いをね、ちょっと勢い出てきてるじゃないですか。うん、ここで、やっぱりサインテンス。あ、でも、思い出した。僕、その、翡翠さんの今の話、思い出したんですけど、まあ、これ、有名な話ですけど、うん、あの、いわゆる、今、超大人気のサマーズとクリームシチューも、あの、内村さんの、うっちゃんなんちゃんの内村さんのノリで決まったんですよね、うん、クリームシチューとサマーズに。もともと、うんうん、クリームシチュー、サマーズはバカルディで、クリームシチューはカイジャリ水魚だったんですけど、あの、うん、番組のであのビーチバレー対決っていうのをやって負けた方解明っていう、もう半分でほぼ遊びのノリでやったのが、うん、本当に期間限定のはずが、うん、もうブレイクしちゃって、うん、結局そのまま今はずっとサマーズとクリームシチューのままいるっていう、うっちゃんの思いつきでつけた名前なんですよね、それも。だからそれを思い出しちゃったら今サインチェンズにちょっと今手応えを感じつつありますね、僕。あ、っていうか、まあ、はい、あの、ま、真面目な話、はい、そのまさくんの初めての講演会で、はい、あ、はいはい、あ、間違って心理カウンセラーまさくんの講演会だと間違って来る人がいる、はい、名前を間違って来る人がいる、はいはい、そので相方の俺の、はい、俺の俺でも、はい、
佐藤光郎さんのファンの人が間違って俺のコーヒー翡翠塾に入ってきたことがあるんだけど、はいはい、あのお互いにその、はい、名前を間違われるっていう、確かにそれも本当にサインな気がしてね。そうですね。で、まさくんがこの機会にちょうど名前を、はい、その変えるサインなんじゃないかなっていう、ね、うん、あそこまで考えてくださってますね。まあ今考えただけ。今考えただけで新着情報、取れたての情報が今入りましたね。すごい新鮮な情報が今届き、鮮度抜群の情報が。いやでも考えただけなんだ。急に薄く、すごいなんか真面目な話って言ったからね、厚みがあるかと思ったら結構薄かったですよね。まあ今日ね、一番は青森県鴨川市らしいっていうのをただ言いたかったいや、ありがとうございます。いや、ハマりました、それは。ちょっと一回名乗ってみたいですけど、それはね。ちょっとグリーンズの、あの、グリーンズトークライブとかがあったときは、ちょっとそれでいこうと思いますね。だって、サインチェンゾっていうとき、心がちょっと弾むもん。いや、そうなんですよ。ちょっとね、これ不思議なんですけどね。僕も、そんなに悪い気しないんです、正直今。言っときながら。まさかね、あの、ビンチェンゾの1話目だけ、ネットフリックスで見てみて。あ、わかりました。ビンチェンゾのかっこよさ。じゃあ、それを見ると、よりわかるかもしれないですね。あ、もうね、はい、あのチェンゾの響きで、チェンゾ耳元で言われたい言葉ランキング1位になって今ね、この1話見る。でもね、1話見るとね、はい、最後まで見ないと いられなくなっちゃう。あ、でも、マジですか。俺ね、その、はいはい、脚本的にはね、はい、決して高い点数はつけれないんだけど、なるほど、なるほど。もう、最後まで見ざるを得なかった。やっと中継やめられなかった。まあ、面白いんだ、やっぱり。うん、あと俳優のハマり度が点点満点、はい、あ、へえ。脚本は俺そんな点数高くないけど、はいはい、あのヴィンチェンツォ役がとにかく、はい、おーすごい。あ、マジっすか。じゃあちょっとそれに、じゃあ俳優っていう感じでね、いいっすね。俳優だけで引っ張っていける。あ、それすごいっすね。それはちょっとすごいっすね、逆に。うん、うん、はい。ちょっとじゃあ見てます。じゃあ見た上で、見たらまたちょっとチェンツォ感が出るかもしれないと。見たらもう絶対サインチェンツォっていう名前を、はい、いや誰にも譲りたくないチェンツォは僕だけのものだぞっていうような気持ちになっちゃう。独占欲が出ちゃうのかな。いや、まあそもそも名乗りたいって人がいないかもしれないけど肩書きサインチェンツォますね。ちょっともしかして来週のちょっと言ってみようか、今日最後に言ってみようか。じゃあ最後の挨拶いきましょうか、これで。はい、M ピコタとサインチェンとマサの笑う角にはグリーンズ、ありがとうございました。ありがとうございます。あ、ありがとうございました。これで終わりでいいですか今日。あ、いいと思います。いいと思います。あ、じゃあちょっと皆さん、あたりまして来週以降サインチェンとマサとして、改名させていただきます。どうぞよろしくお願いします、はい、ではありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃええやん、めっちゃええやん。